こんにちは、キング中村です。今回は胸のトレーニングの基本的な動作、プッシュアップをご紹介します。まずは動きをお見せします。うつ伏せになって、手を振って一直線で上がって、一直線で降ります。一直線をキープしたまま動きを続けましょう。はい、これの繰り返しですね。プッシュアップで働く部分は胸の筋肉、大胸筋だったりとか、あと腕の後ろの筋肉、上腕三頭筋だったりっていう部分がメインですね。でもこれ全身の、一直線をキープしていく必要があるので、お腹だったり背中だったり、お尻、足だったり全部、働きます。なので効率のいいトレーニングになりますね。はい、ダンベルのプレス系のトレーニングと合わせてプッシュアップもやっていただくと、全身の機能が高まっていくので、両方併用してやっていただくといいと思います。でポイントですね。ポイントは、うつ伏せになった時に手のつく位置は脇のすぐ横にキュッと閉じるようにしてつきましょう。この位置が上だったり下だったり広すぎちゃっても、これ胸や腕に効かないので、キュッと寄せた状態ですね。で肘も同じく開いた状態になっちゃわないように、ぐるぐる脇絞った状態で動きを作っていきましょう。で、腰が落ちてしまうと腰痛めてしまったりとか、でそもそも胸に効かなかったりするので、お腹の力でグッと腰を持ち上げた状態ですね、キープして、トレーニングをしてみてください。基本的には怪我のリスクは非常に低いトレーニングなので、自分の体重を使ってですね、できる限り、一直線キープしてっていうところをポイントとして、繰り返しやってみてください。はい、では以上です。